こんばんみ、津村まさきです。我が家のですね、ウォシュレットのお湯のね、水圧がすっげー下がってきて、こんなんもう全然ウォシュレットじゃあれへんやんってぐらい水圧が下がってきて、TOTOのホームページで修理の仕方みたいなページを見つけて、このノズルを掃除すると治りますよみたいなやつの、そのノズル掃除したんすけど全然治んなくって、でそのウォシュレットってのはこのマンションに引っ越ししてくるよりも前で、実はまあ20年使ってるんですよ。で今から7年ぐらい前、つまり13年目ぐらいに、このマンションを担当している電気工事会社のおじさんっていうのがいて、そのおじさんがなんかでうちの台所を修繕しに来た時に、うちのウォシュレットを見て、すごいっすねって、こんな昔の型をまだ使ってる人は見たことがないっていうわけですよ。まだ13年しか経ってませんよったら、普通ウォシュレットなんてものは10年以内に壊れて買い替えるものですよって、その時にそのおじさんが言った時点でまだっていうか13年経ってたわけですよ。でそっからさらに7年経って20年経って、まあようやく壊れたんですけども、まあ、考えてみてください。5万円、そのウォシュレット5万円だったんだけど、5万円という金額の電化製品を買って、20年使って、まあ、今回ひょっとしたら諦めるかもしれない。次の新しいの買わないといけないかもしれない。でも、社会的には電気屋さんのおじさんは、10年で普通買い替えるくらいですよっていうわけですよ。まあ、考えてみればね、冷蔵庫だろうが、洗濯機だろうが、電子レンジだろうが、まあ10年ぐらいでなんか買い替えるみたいな社会的な空気感ってあるじゃないですか。それってさ、ギターで考えるとさ、5万円のギター買ってきてですよ、10年後に壊れるとかさ、20年後に使えなくなるとかさ、買い替えるとかさ、ないじゃん。まあまあ、例えば僕が高校生の時に5万円で買ったギター、もしまだ僕が持ってるとしてね、まだ持ってるとして、40年経った今でもそのギターは多分使えるし、まあちょっとぐらい故障したってハンダ付けができれば治っちゃうんだからさ、ね、使えるギターで、ヤフオクで売ればさ、2万5000円にはなるじゃん。ね、40年前に5万円で買ったものがまだ半額で売れるじゃん。で、ギターって別に、ちょっとずつちょっとずつ修繕していけばさ、結構永久に使えるものじゃないですか。そうすると、電化製品の5万円の品物が、まあまあ、冷蔵庫とか洗濯機だと20万ぐらいしたりするんだけども、それがさ、10年か20年で寿命が来て諦めるなんていうのと比べたら、ギターってすげえ寿命じゃんっていう。まあ、例えば、1960年あたりに売られていた、20万円ぐらいだったギブソンのギターとかフェンダーのギターってさ、今買おうとするとさ、700、800万円じゃないですか。とんでもなく価値が上がってるわけじゃないですか。まあ、よっぽどのね、ぐちゃぐちゃの泥丸けだったら知らんけどもと、ある程度の形をしているものはさ、まあ、その価値観が好きかどうかは別として、まあ、ギターって安いと思うよっていう。だって、うん、ほぼ永久的に我々人間が生きていくね。まあまあ90年とか100年生きたとしてもさ、捨てるかどうかはその人の問題であってさ、使おうと思えば使っていけるっていうのはすごいもんだと思うんですよ。どなたかウォシュレットをノズル掃除以外の方法で、水圧を強くする方法だなんかご存知ないですか？はい、はい、はい。はい、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 ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。寸劇が始まります。よっしょ。うさと。なんか来たね。開けます、開けます、開けます。もうね、あんまりじらしてもしょうがないんで。フェンダーだわ。フェンダーのギターがこの金額で出品されてたら、さ絶対にライバルがいっぱい出現して、
競い合いになって正しきオークションになるとは思うんですけども、今回はライバルゼロでした。落札日の午前中に、まあいいやって適当に金額を入れといたんですよ。で、夜になって、あ、そういや、あれどうなったかなと思って、パソコン立ち上げたら、あなたが落札しましたってメールが来てて、ああ、いくらで落札したんだろうと思ったら、まさかの出品された時の金額のまんま落札できていました。で、送料無料でした。ライバルゼロでした。こんないいスペックなのに、この金額なの？で、誰も欲しくなかったの？僕以外っていう。で、色が可愛い。もう今、チラッと見えてますね。色が可愛いよ。これは。ね、もうテレキャスってのがバレてますよね。この色は可愛いと思うよ、俺は。だからいつもの通りですけども、ネックが気に入らなかったら交換しちゃえばいいという。ボディだけでいいんですっていう。ボディさえ入手できればのボディが可愛いんだよ。色が。この色のタイプのテレキャスター持ってないんで、持ってない初めて買うテレキャスターですから。ダーン。ほら、こんな感じ。まあ、いろいろ反射しちゃうけど。これ可愛いよね。そう思いません？これ。これ1万円ちょっとやったら入札しませんか？どうして誰も入札しないんだろう。これは、で、一応そのスペックってやつのステンレスフレットです。ステンレスフレット。で、ペグが5等のマグナムロックっていうロック式のペグです。もうその時点で1万円じゃん。おいで、この、一応このギターについて調べたら、このつまみのポットが、CT なんだっけとかいう、ちゃんとした、大きいサイズのポットです。音出し、あ、一弦が張ってない。一弦が張ってないけど、音出ししちゃおうかな。フロント。下げます。としては普通です。普通。特別いいわけでもないし、変な悪い音がしてるわけでもないと。ノイズが出てるわけでもないと。ね。音としては普通。弾きやすさが今ちょっとだけ弾きにくい。弦高が高い。だこの弦高のまま、まあ、わかんないですよ。わかんないです。仮に初心者さんが、この弦高の高さで、このギターで、ギターを覚えましょうって、まあ、この辺、ローコードで C コードとか G とかこういうのをやってるうちはいいけど、この辺を弾き始めた時に、この弦高だとちょっとまあそりゃね、弾きにくいよねっていう。もうちょっとなんとかならんかいっていう。ネックは反ってはいないからね。まあちょっと取り付けが斜めになってるかな。なんとなく。ってことは、こいつをちゃんと回せば治るんじゃねえの？的な。ああ。緩んでるもん。すごく緩んでるもん。
これで、まあこれぐらいじゃダメか。さすがの弦高が高い方が好きな僕でもちょっとこれはなんとか修理しないと、もうちょっと下げないと弾きにくいよねっていうことではあるんですけど、別にノイズもないし、かわいいじゃん色がいいじゃん。赤かと思いきやもうちょっとオレンジだったね。オレンジのねえ、いいじゃんねっていうね。ちょっと歪ませてみよう。あ、一弦がないんやった。何をどうしたいってわけでもなく、ただ単に弦高を低くすれば使えるよね。まあピックアップが普通かな、ものすごく普通で、ロックペグのところを見ますか見ますか。ロックペグを見せるとメーカー名がバレてしまうんですけど、見ますか発表しましょう、メーカー名。パッパラッパパッパー、チカ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 チ、ほら、ロックペグだ、ロックペグだ。バーン。ちょっと読みにくいかもしれないけど、メイビスって書いてありますね。石橋楽器ギターですね。はい、メイビス、プロデュースバイ石橋ミュージックコーポレーションってここに裏側に書いてありますけど、でまあここにメイビスって書いてあって、メイドインチャイナのチャイが CH で切れてますね、ここがね。まあ別に隠すつもりもなくメイドインチャイナでしょう、はい、でもこれボディの色が可愛いよ、どう考えても。これはもうちょっと磨くとしてやけどね、こう、はいはいはい、ギターは磨くと上手になりますからね、本当に。はい、磨きましたよ。別に傷ついてないしね、まあある種あんまり使用してない感じもちょっとだけしている、ほこりかぶりってる感じがする。てかだって興味さ、ピックガード1枚買おったってさ、2000円ぐらいしちゃうわけだから、ね、こういう各部品とかの計算したりさ、ステンレスフレットでロックペグでしょ？で、このボディだもん。こりゃ、入札しちゃうよ、僕は。もちろん、この後、何か改造するのか、ネックを変えてしまうのかは、また、いずれですけど、いつになったら買うのがやむんでしょうか。やっぱりね、ヤフオクを入札する、落札するのもセンスですからね。こんないいギター、入札知り合い買ったって今から思ったって遅いんですよ。毎日ヤフオクを見てないとこういうものはゲットできないんですからね。いいです、結構。本当はこのギターは多分定価は最初は3万5千円ぐらいだったと思うんですよ。で、結構売れなくって、ちょっとだけ販売価格が安くなった時期があるらしいんですね。でも、そのさ、なんだろうな、安いからっていうんで、結構なんか人目につかなかったみたいな感じで、本当は中身のスペックとか部品がいいんだよねっていう、その辺まで見つければ、これは十分通用するし、
もうちょっと原稿を下げればいい音すると思いますよっていう。うん、なんかいい買い物したような気もします。なんかおすすめってありますか？おすすめとかなんか、あの、知識的なさ。なんか、お湯を、こう、お水を溜めといて、温めて、シュパって出すやつの方が、水の勢いはあるらしいんですよ。で、瞬間的に温めるってやつは、あんまり強くないらしいんですよ。ただし、その瞬間的に出せるってことは、まあ、結構、ずっと長い間、長時間お水をお湯に変えつつ、出していくんだけれども、まあ、その分、実はちょっと暖かくない。ちょっとだけぬるいよね、みたいな、なんか、いたし返しがいろいろあるらしくって。で、その上で、メーカーによって、その二つの方法をちゃんと明記しているメーカーと、あんまりなんか、なんか、一生懸命調べないとわからないようなメーカーがあるらしいのと、あの、リモコンとかをさ、うちのトイレの壁に貼るのは嫌なんですよね。目つぶってても、盲人だったとしても、ここ押せばいいじゃんっていうシステムが僕はやっぱ好きなんですよ。まあ、盲人の友達がいるんで、あの、ほんとね、一緒にね、まあいろんな居酒屋行くじゃないですか。と、一軒一軒当然そのトイレ入ってね、ここにお水を流すレバーがあるよとか言って教えてくんだけども、もう世の中のトイレのレバーの押すボタンのね、あの、形式がたくさんありすぎて、かわいそう。目が見えない人たちが、ほんと。横にこうハンドルがあってグッてやつ流す。ウォシュレットと違う話になってきたな。一弦を張りました、一弦。一弦張ったんですが、その前に一弦を張ろうとして、まず、ここにストリングブッシュが一個ない。ここでちょっとずつ推察というものが、憶測ですよ。あくまでも憶測ですが、あ、一弦のこれ、落としてなくしてるねと。で、その前に、まあ、一弦が切れてましたよねって。ね。で、それが分かってくるのが、この弦張る前に、一回一弦張ったんですよ。と、あっという間に切れて、ブチッつって。あっという間に切れたんですよ。どこで切れたのかっていうと、これがこう、裏から来てて、ここ。ここ。ブリッジと弦が触ってて、カックーンって、カックーンってこう、曲がってるところの角っこ。ここで切れてるわけ、距離的に。だから、そこを見ると、すごい、鋭利っていうか、なんかギザギザになってて。なので、こういう鉄のヤスリで優しく優しく擦って、割と滑らかでも一応谷になってるよねっていう風に削ってあげて、それで一弦を張りました。まあ、ネックが反ってはいなかったんで、別にシムを挟むほどでもないしって、いろいろ触ってるうちに、まあ、ここの、サドルが結構いい加減な高さだったんで、これを直しました。そしたらもう、ちょうどいい感じ。に、現行的にも全然 OK な部類の高さに変更することができました。まあね、こういうことを初心者さんは自分でできないじゃん。なんかすぐ一弦切れちゃうよ、つって。なんやねん、このギター、不良品か。って思ってるうちに、ブッシュがどっか落っこしちゃってるんでしょうね、とかさ。まあもちろん前の持ち主さんが初心者さんかどうかはわかんないですけど、もしもこのギターを初心者さんが入手したらっていう。で、ここがすぐに切れる。それは自分ではわからへんから、結局楽器屋さんに修理に出すか、ヤフオクで売っちゃうかってことになってくよね。それになってくよねっていう。ものすごいスペックがいい分、どっかそういうちょっとだけ一箇所だけ直せばバッチリなのにっていうところのまんま世の中に出ていってしまうのはちょっとかわいそうなのが安いギターの宿命でもあって、僕のような人で原因はここかなつって見つけてすぐにチャチャチャと修繕してしまうことができる人だと、正直別に安いギターだろうがなんだろうが弾きやすさのさ、もう最近ほんとね、もうすぐ動画を公開しますけど、エレキギターのね、高いギターとか安いギターとかね、なもんはね、あの、もう、アンプですよ。アンプ。アンプがいいアンプやったらいい音するんやて。だから、エレキギターは、自分の各個人の、それぞれの人の
引きやすさを追求することはものすごい重要で、ね、で、まあサウンドもね、もちろんピックアップ変えたり、いろいろしてみたくもなってくるし、今このね、サドルが俺ダメだと思うんで、ちょっと違うサドルに変えるといろんな実験できるなって思ってるんだけども、勉強になるよね、こういう安いギター買ってくると。と思いますよ、皆さんも。なんか修理をやってみたいとか改造してみたいっていう時はさ、もうぜひ安ギターを買って、その一本は壊れてもしょうがないぐらいの改造とか修理をやってみると、なんかの知識で自分がギターに対する思いっていうものが少しアップしますから。はい、次の日になりまして、まあまあ、ウォシュレットの方は、YouTube 動画とかを見ながら、温水を切ってみるっていうのをやってみましたけど、変わりませんでした。あとはなんか、細い針で、出口をツン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 ツクっていうのが出てきたんで、この後やってみたいと思いますけども、一弦貼りました。一弦貼りまして、一晩経ちました。これフロント。これ真ん中。明るくなったね、なんかね。リア。なんか昨日よりもいい音になってる。今のところ2弦から6弦まではどこの弦が張ってあるかは僕は知りません。まあ、ちょっとだけね、フレットがちょっとだけ線が残っててツルッツルンじゃないんで、なんかね、社会的なフレットの磨き方のそのね、まあ安ギターに限って言えば、最後のフレットの磨きってのがさ、こっち向きで磨いてあるわけ。でも、ギターの弦ってさ、こっち向きに揺らすわけじゃん、チョーキングは特にね。だからこっち、最後はこっちで磨かないと段々になってるよね、こういう線が見えてるよねっていう状況なんで、すり合わせをして弦交換するんだけども、まあその時にって話で、ちょっとこのサドルがね、なんかせっかく他のパーツがいいパーツなのに、このなんかサドルのさ、生音、なかなかわかんないかもしれないけど、このサドルをちょっとね、まあ安いギターをこうして入手した、まあ、まあ僕が安い値段で入手しただけで、元々がすごいゲロ安なわけじゃないんですけどね、割と比較的お安いギターで、世間的にはまああんまり別に評価されてない方の部類かもしれないようなギターのを救ってあげるためにっていうか、グラフテックのサドルと、ブラスのサドルって二つ、なんとなくメルカリで買ってあったんで、いろんな改造をする前に、まずはサドル交換をして、サウンドを比べてみるっていう動画を作ってみようかなと思っています。まあその頃にはね、ウォシュレット買っちゃってるかもしんないですけど、なんか面白い情報知ってたら誰か教えてください。ヘルプってことで。